の後半40分には、声が選手たちの背中を押し続け、勝利をつかみ取りました。キャプテンの稲垣選手は、改めてグランパス最高だなって思って、正直これをこう経験したくてグランパスに加入したようなところもあるし、また皆さんでこう素晴らしい雰囲気作っていただいて、一緒に戦えたらなと思います。この言葉を慎吾さんに伝えました。本当ですか？いや、めっちゃ嬉しいです。伝わってて、くれたら嬉しいです。めちゃめちゃ、まあ、これも歴史の一つなのかもしれないので、まあ、今日は今日で忘れないで言えたらいいかなと、思います。観客は上限の半分の制限という